はい、というわけで今日は2公演ということで、夜帰ってきたら遅いので先にショールームをしたいと思ってショールームをさせていただいております。はい、なんか花粉がもう出てきてるっぽくてやばいらしいですよ。皆さん気をつけて。なんか早いんだって、もう2月が結構ピークらしいよ。出てくるらしい。うん、どないねん。ね、やんなっちゃうね。今日も2公演、今日は2公演ですね。13と18時。一日長いでしょ。一日長いですよ、今日も。イエーイ。どうしようかな。ねえ、みんな2公演久しぶりだからさ、最近なんか1公演に慣れちゃったからさ、2公演みんな大丈夫かな。昨日すごい乾燥してたしね、劇場。そう、眠そうだね。いや、そんなことはないのよ。結構今日は遅く起きたんですよ。あ、めっちゃ遅いよ、珍しいよ遅いだってさ、今までさ普通にさ6時とかさ7時とかに起きてたけどさ、今日はさめっちゃ遅い。あ、でも今日は3回ぐらい起きましたけどけど結局トータル布団から出た時間は遅いですよ。8時40分とか、その前に起きてますけど、7時ぐらいにも起きましたけど、でもこんなにゆっくり寝れるのに、なんかこんなにゆっくり寝れるのにちょっと起きるのはもったいないなと思って、もう一回寝たろうと思って浅い眠りで寝てました。
ご飯は食べました。チョコレートぬりぬりして、自分はそれで深い眠りに入って遅刻したことあるのは気をつけて。あれ目覚ましかけてへんかったん？深すぎて目覚ましすら聞こえんかったんか。それぐらい深い眠りに行っちゃってたってことね。あー、二度寝で深い眠りに行くことってあんまないからな、ゆりな。あ、こないだ、それこそちょっと前やねんけど、ほんまにあれやってんか、一回7時ぐらいに起きて、全然なんか一回7時ぐらいに起きるんよ、どうしても自分で。一回7時ぐらいに起きて、でめっちゃ早いと思って、でその時が9時ぐらいまで寝れるかったんよ。で、あ、めっちゃ早いわと思って寝ようと思って、どうせでも8時ぐらいに起きるやろと思っててんけど、意外に寝ようと思ったのが結構しっかり寝れて、そうで気づいたら8時40分とかやったので、あー何時だろうパッて見たら8時40分、え、めっちゃ寝たな自分と思って。まあでも起きるのは全然9時とかでよかったから、全然アラームが鳴る前に起きてるんやけど、いつもだったら浅い眠りだったのに、意外にあスンって落ちてから起きたまでの体感時間がすごい短かった。だからまた30分ぐらいで起きちゃったなと思って、時間見ようと思って見たら意外に1時間ちょっと経ってて、結構二度寝の終わりにしっかり寝れた時もあった。ただシンプルに疲れてただけなんですけど、その時はね。だけどなんかめっちゃびっくりした自分でも。あ、もうそういうことないのよ、基本ずっと眠りが浅くて夢見てるとか、なんか半分起きてるけど半分寝てるみたいな、そうそうそうっていう二度寝しか基本できんくて、二度寝はね私基本できないんですよ。ただせっかくゆっくり寝れる時間に早く起きてももったいないからっていうのでベッドにいるだけなんですけど、そう、目がなんか めっちゃびっくりした自分で。でもそんな深い眠りの二度寝はあんましたことないけどね。あ、TikTok ミシェルちゃんであげたからさ、ミシェルちゃんの格好でさ一発撮りでさ楽屋で一人でさ撮ったでさ、みんな見てね。TikTok のフォロワーがあんまり増えないの。TikTok のフォロワー増えない、なかなか増えない、難しい。そう、まあでも別にいいけどね。そう、そうなの。なんかキャストの人ってもな、キャストの人と撮りたいなとか思ったけど、SNS 的な問題もあるしね、事務所的なね。あとね、みんなねずっと出てるんだよな。チェルシーとミシェルぐらいやからな、暇なの。そう、赤ちゃんと撮れるかな。
ね、赤ちゃんと撮れたらいいよね。ただあんまね撮れる場所がないんだよな、物が映っちゃうの、いろいろと。それがちょっと心配だ。まあでもなんか金髪ショートすごい好評でミーは嬉しいです。なんかそんな好評なんだ。そうそうなんですよね。てか普通にツイッターにリンク載せるのどうなんだろうね。だってさ、結局さツイッターでリンク載せると見れちゃうからね。そこでそもそもにもう飛ばないもんね、TikTok までね。それもどうなんかなと思うけど、でもあげたって言わないと見ないしね、みんな別にね。っていうかさ、シンプルにさノーマン見たいよ。ねえ、ノーマンと撮ってほしいってか。いやいやいや、ちょっとそれは無理がありすぎるわ、ごめんなさい。だけどノーマンとはちょっと無理かも、ごめん。TikTok の通知何日か後に来るって、そんな遅いん TikTok の通知って。みんなノーマン大好きすぎやろ。取りだめしてない。ミシェルちゃんとかあれ単発的に撮って載せただけだからね。あ、してるやつはしてるよ、もちろん。そういうなんか昨日みたいなんじゃなければ。ただそんなにポン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 載せても別に私めっちゃ撮ってるわけじゃないから。そう、普通に間開けてる。だってさ、そしたらさバババババって続いてさ、めっちゃ時間いってバババって続くと、それが嫌だから、ポン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 って定期的にこう幅で上げた方がいいかなと思ってるから。そう、ノーマン普通の顔してるの見た記憶がない。だっていや普通の顔してる時もあるんよ、普通に。まあ、一応ね、私 TikTok 載せたら Twitter じゃなくて X とインスタのストーリーには載せてるの。そうだから、そう、ね、ツイッターもインスタもフォロワーが伸び悩んでおります。でもね、まあ、正直インスタに関しては何にも投稿してないから、まあそりゃそうなんだろうけどっていう話なんだけどね。何も投稿してないもん。ストーリーしか上げてないからさ。だしさ、ツイッターもさ、もうやっとることが舞台だけさ、ビジュアルが毎度毎度毎度一緒なんよね。だからさ、まあ、つまんないと言われればごめんなさいだけど、その通りなんですけど、まあ申し訳ないぐらいなんですけど、まあ、舞台しかやってないからね。同じビジュアルなのよ、ごめんなさいっていう感じ。もうあの花屋の女の写真か、
なんだあのミシェルしか写真がねなかなかねないからね、同じビジュアルみたいになっちゃうんだよね、どうしても、ね、そういえばハートエレキのさ生写真がさ今月の生写真かなんかで出たんでしょ。ね。そうそうそう。ぜひチェックしてください。はい、というわけでじゃあ終了します。もう50分なんで私も家出ないとやばい。じゃあねみんなランキング読んで私はもうバイバイ、うん、13位早くでカレーうどんさん、13位ロバさん、12位ナッティさん、11位シガさん。昼の撮影タイムの時見つけてね。ああ頑張る、見えるとこにいれば。10位さきもりさん、9位食べ過ぎ飲み過ぎさん、8位近いしーさん、7位リッチーさん、6位岡山さん、5位さんまさん、4位光早くXさん、ザク1973、今日はアニ公演までの昼くおお。2位ミスター社交辞令さん、そして今日の1位はひでゆきさんのミシェルちゃんに会いに行く。お夜お昼夜ここにもう壇上に来てくださる方がありがとうございます。はい、昼と夜公演ぜひねシアター千住にてお待ちしておりますので皆さんぜひ遊びに来てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。果たして今日はノーマンの話はどんな話なんだろう、みんなのアドリブはどんな感じなんだろう、すごく楽しみに私自身もさせてもらってます。というわけで、今日も見ていただきありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバイ。